通り、千葉県ね、広いのでいろんな地名がございます。そこで難しい地名を今からね、何ですか、ジャンピングチャンスございます。難しい地名をね、紙に書いたものをご用意してます。皆さんにはレベルが分かれていまして、レベル1、レベル2、レベル3、お好きな袋から選んでもらいます。正解した場合はレベル1なら1ポイント、レベル2なら2ポイント、レベル3が正解すれば3ポイント獲得できるというね、もうジャンピングチャンスになっております。では早速3ポイントで大丈夫ですか？5ポイントでいきますか？5ポイントでいっちゃうそうです。5ポイントでいっちゃいます。レベル5は、ちなみにレベル5はお姉さんでもちょっとわからないぐらいでした。では参りましょう。今からですね、紙袋ご用意します。紙袋カモン。はい、ではレベル1、レベル2、レベル、5って書いてあるのかな、これね。なので、あ、レベル3ってか、レベル3だけど5ポイントだ。この中から好きなものを1チームずつ選んで、答えてもらうんですが、誰か1人が答えちゃったらそんなの簡単なので、チーム全員で1文字ずつ答えてもらうにしたいと思います。いいですか？ OK。 じゃあちょっとエムスプラッシュのみんなお手伝いいいですか？お願いして。じゃあ一番初めのズーちゃんチームだよね。ズーちゃんチーム、チャレンジはレベル1、レベル2、レベル3、何にしますか？ちなみにこれね、2回回してまたやるからね。レベル2、真ん中を取った、いいでしょう、いいでしょう。ではホワイトボードちょっと前に出してもらっても、あ、すいません、ハリー君が全部やってくれ、なんかすいません、申し訳ないです、申し訳ないです。お気が早くてありがとうございます。じゃあレベル2をつーちゃん選択しましたので、ここから1枚引いてください。もうバミリもバッチリも固定もしていただいて、もうこれでマリンのね、強風にもビクともしません。ありがとうございます。ではつーちゃん答えていただく感じ決まりました。これ制限時間30秒間で1人1文字ずつ書いてもらって、もし文字が多かったらまた先頭の人が4文字目を書くって感じ。 OK、 大丈夫。じゃあボードの前まで出ていただきましょう。あ、もしかしてペンも渡してくれるのかな。では今から発表しますよ。大丈夫ですか？ではズーちゃんチームに答えていただくのは、皆さん絶対言わないでね、声に出さないで、声に出さないでね、いいですか？ズーちゃんチームだ、ペン持ってもらいましょう。ズーちゃんチームの難しい、地名はこちら。お、わかる？リオわかる？こちら、皆さん声に出さないでね。これです、これです。わかるわかる、声に出さないでね。千葉県の難しい地名で割とよく出てきますよね。いいですか？もう一回見て。はい。何でもいいから、これね、パスはなしなの、何でもいいから書いてもらいます。では制限時間30秒間です、1人1文字ずつ書いて、見事正解すれば、2ポイント入ります。ハニーズのみんな分かるかな。ではいきますよ、よーい、スタート。相談なしね、相談なしで書いて。でっか、ちーでっか。10秒経過。はい、まずはそうと書きましたが、はい、次の2文字目はさ。ずーちゃん、20秒経過。2文字で終わるパターンでもいいよ、もちろん。あ、ずーちゃん伸ばし方、これでいいんですか？ファイナルアンサー。5、4、3、2、1。はい、そこまで。正解は操作、操作ですけれども、OKにしますか？お見事。ちょっと待って、リオしか分かってなかったよね。リオは分かったよね、多分ね。リオは分かってた。もう2文字目に3書いちゃったからね。でもお見事、正解です。2ポイントプレゼント、拍手。これでね、ソウサと読みます。ソウサ市のソウサという地名です。